座は見に行った方がいいですよね、うん、絶対ですよね、うん、あここはちょっと取り入れられるかな自分のこのキャラクターでとか、うんうん、あとはあここの順番ちょっと変えただけでなんか全然雰囲気で例えば同じ内容でも教え方が違ったりするんですよね。そうなんです。この先生の時はなんか驚きとかワクワクがあったのに、うん、あこの先生の時はただ話聞いてだけだなとかいうのもやっぱりあるんですね。なるほどね。強弱があった方が、うん、いいですよね。そうか、ね、だからそういう意味で言うと、うん、自分が受けてみるとそういうところに気がつくきっかけになりますよね。そうです。でもなかなかそれを自分流にこうできる人っていないじゃないですか、うん、はい、そうですね、うん、でもそれはきっと松尾さんの講座で、うん、その人の持ち味っていうのを引き出してもらえると思うんです。その通りです。それに合ったことアドバイスできると思うんですね、うん、あと技術的なものとか、はい、なんか例えばカレン先生の場合には、うん、本当にこう教える前の前段階の準備はこういうことが必要だよっていうことも教えてくれちゃったりするんですね。そうですね。やっぱり教えるって動きなんです。あ、動作確認ね。そう、動き回れないと直接教えるわけです。そうですよね。まあ参加してる方がね、退屈しない形でスムーズに作れる環境作りっていうのは講師がやっぱり一番やらなきゃいけないことと私は思っています。なるほど、はい、まずあなたの講座が実際どんな風にオペレーションされてるかとか準備段階含めて、ね、そうですね、全部カレン先生がチェックしますので、その辺はぜひですね楽しみに、自分がどういう風に変わっていくのかは期待していただきたいですね、はい、自信を持って望めるように、うん、絶対しますね、はいはい、手芸講師のための売れっ子講師養成講座スタートします。あなたの参加をお待ちしてます。